はい、シャーリンコ、はい、今回ね、10月2日中潮の日に、野島公園の壁削りです。時間はね、3時間ちょこっとね、中3時間のね、ちょこっとした壁削りです。さあ、ってことでね、今回秋の壁削り、何が釣れるかな。仕掛けはね、サビキが1号で、重りが5号、上っ子方式、網姫を使ってまーす。はい、アジ。アジ来たけど、金じゃない、青アジ。行きました、金。金アジ。青アジじゃない、金。今回はね、途中から釣り友達のカモメさんと合流して、一緒にサビキやりました。カモメさんもね、いい方連続で釣ってます。レギュラーサイズですね。あれでも金感じだ。金だよね。金ですね。青じゃないですね。美味しいやつ。はい。レギュラーサイズ青味です。なんか太鼓が細いんですよ。カマスみたいに細い。ノーカン。いやでも結構釣れましたね。両型ばっかじゃないですか。結構両型しかいない。カモメさんの釣果。なんか俺ちっちゃいアジとかイワシいっぱい釣ってんだけど、もうカモメさんはもう両型のアジばっかりです。はい、ってことでね、釣りから帰ってきました。で、本日の釣果です。まあ今回はね、ポツポツですね。まあ3時から6時まで約3時間、一人でサビ削りして、まあカモメさんと一緒に釣りしたんだけど、まあ金アジがね、この辺金アジですよね。6、7、8、9、9匹、9匹金アジが釣れて、あとこうちょっとね、太鼓がこう細長いのあるんですよ。これがね、青アジっていうアジなんですね。ちょっと金アジと違います。で、青アジは結構ね、数が釣れたんですよ、つぬけで。で、あとね、ウルメが大量。結構ね、ウルメも逃がしてきちゃったけど、まあ、ウルメとサッパがポツポツ。こんな感じです。豆が多いね。で、今回は予定通り、このアジとね、ウルメイワシで、お刺身、お寿司作っていこうと思います。ね。もう、この時期のね、これぐらいのブリブリっとしたね、アジ美味しいんですよ。寿司にすると、刺身にすると最高です。で、あとね、暗くなってから、結構肩が上がってきて、あと、タチウオとかカマスとか釣ってる人がいました。で結構ね、夜になってタチウオがワンワンサがね、湧いてきたんですよ。だから次回今度ちょっとね、タチウオもやりたいなと思いますね。まあ、3時間でこれだけ釣れれば、ね、よしとしましょう。よし、じゃあお寿司作っていこう。じゃあね、ちょっと今回はね、酢飯から作っていこう。で、これご飯がね、これ、あったかいご飯2合分。けど、これはね、手作りです。ちょっと多いよね。素早く混ぜて。ちょっと酢飯ね、冷やしておきます。はい、じゃあね、アジさばいていこう。で、今回ね、新しい包丁買ったんでね、これでさばいていきます。で、僕がね、やるこれから見せるアジのさばき方は正しいやり方ではないんですね。アジ結構さばくのめんどくさくて、まあ鱗取って、ゼイゴ取って、エラバタ内臓外して水洗いして、あと三枚におろして、うっ、皮を引いて、お腹骨すき取って、中骨を抜く、この工程です。で、それをすごくショートカットしたやり方、まずね、ちょっと濡れてるアジはね、水気を拭き取ってやって、このね、ヒレのところからこうね、斜めにちょっと包丁を入れてやります。で、ここに、ちょっとここに切り込み、ね、骨のところ、ね、背中のところです。で、あとここ、お腹のこの辺に包丁スッていく。でね、先にここ、新鮮なアジならもうスルッと皮がね、おっと、たまに失敗するけど。たまにこうやってちょっと失敗しちゃうんだけど、よっこいしょいち。ね、皮を剥いでやります。で、持って、これをもう直接、ね、こんな風に。これちょっと失敗したんだけど、こんな感じです。正しいやり方はね、他のやつの YouTube 見てください。Thank you.
よいしょ。はい、でもこれね、皮引けてるんで、このお腹骨をこう引き取ってやります。はい、で中骨をね、これ中骨気になるのがあったらこう毛抜きでね、骨抜きで取ってやってください。俺包丁でちょっとね、こうちょっと透き取っちゃうっていう、こういうねやり方もあります。ほとんど気にならないね、これ。うん、いいね。はい、そしたらね、アニサキス対策、ね、おっと、すげえ切れるな、これ。ちょっとね、包丁入れてやる、こうやって。こっち包丁入れてやることでね、アニサキスが中に入り込んでる場合は、一緒に切ってやるってことができるので、まあ、こんな感じです。あ、美味しそう。はい、こんな感じ。はい、こんな感じですよ。やっていきます。で、アジさばきました。うん。で、あとこっちがね、骨せんべい用。だからね、ちっちゃいイワシとかね、ちっちゃいアジってね、何匹か唐揚げにして、で、あとね、タチウオの餌にしちゃう。冷凍しちゃって。うん。で、したらね、握っていこう。ちょっとね、手をつけて。で、これね、ポイントはね、鮭を小さくやること。そうするとね、結構、俺のような初心者でも、寿司初心者でもね、結構綺麗にできるんですよ。ね、これぐらいのね、シャリ玉、小さめのシャリ玉を作ります。うん。で、これちょっと形を最初にね、もう整えてやる。で、わさびなりね、生姜なり乗せて、今回も後乗せですけど、あともうこれ上から被せるだけでいいと思うんですよ。ね、ちょっとこう形を整えて、ね、ちょっと形を整えてやる感じ。ね、これです、これで。小手返しとかね、難しいことわかんないんでやりません。これでも回転寿司の寿司より全然うまいから。ね、これぐらいのシャリを、シャリ玉を作ってやる。で、乗せる。形を整える。ね、これです。これでいいんです。酢飯がいいと結局ちゃんとね、決着してくるんですよ。で、ポロッとほぐれるし、あんまりね、ごちゃ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 ね、やらない方がいいと思うんですね。ね、バランスがいいっすよ、バランスが。シャリとね、ネタのバランスがいいっす。小さめのシャリ玉でやっていくっていう感じ。こうするとね、見た目がすごくいいっす。簡単ですけど、簡単にアジのね、舟盛り寿司、完成です。この、握りたての、アジのお寿司いただきます。はい、いただきます。うん、あ、うまっ。めちゃんこウルトラスーパー美味しいです。やっぱ生姜というのがいいね。うん、はい、ということで今回釣った魚でね、釣ったアジで味寿司をね、紹介しました。いろいろね、まだこれから骨せんべいとかね、後で作ってると思っていこうと思うんで、今回はここまでです。それではまた見てね。これ、この時の釣り一番いいね。だいたい釣れるから坊主がないし。